キングズベストとはアメリカ産の競争馬、シュボバである。主な勝ちクはイギリス2000ギニー。品馬ながら外旋門賞を制したアーバンシーの判定である。1999年にデビューし、メイドーン、リステッドレースで2連勝するも、デューハーストステークスでは最下位に敗れる。2000年は初戦のクレーブンステークスを2着し、中3週で、 イギリス2000ギニーに3番人気で出走する。レースでは残りにハロンからタバとは明らかに脚色の違う大足を披露。中段からババの中央を通って一気に抜け出し、後に同年のカルティエ賞年度代表馬となるジャイアンツコーズウェイに三馬身二2分の一差をつける圧勝で G1 を初制覇する。この勝ちっぷりとクラシックディスタンスに実績のある 決闘背景からダービーでも期待されたが、レース前日に筋肉痛で出走を回避する。約1ヶ月後のアイルランドダービーに出走するが、レース中に故障を発生して競争中止。引退に追い込まれた。2001年からアイルランドで強用される。初年度3区から2頭の G1 カチ馬マを排出。2010年には3区がイギリスと日本でダービーに優勝した。 シャトルシュボバとして2001年はオーストラリア、2007年はアルゼンチンでも共用された。2009年からはフランス、2013年からは日本のダーレージャパンスタディオンコンプレックスで共用されていた。2019年4月16日、戦痛による合併症のため死亡した。活躍場多数のため、主要な血縁とじ1カチウマの未表記その他の近親に、 玉ゆず、あなたすなどがいる。ありがとうございます。